着いてすぐコーラを一気飲みしようと思ったんだけど、まさかの自販機がないというオチでした。氷が、もう接待でいただいた氷が残り込むだけです。別格第三次無理だ、もう体力がない、暑い、ベリーホット、デンジャラス。こんにちは、ベリーホット。暑い。Very, very hot. Looks like Italy in spring. Mi camino. Have a good day. Hi, guys. Hey, go, 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 go. What did you say? What? Moisture in the water. What did you こんにちは。暑いですね。雨降らないんですかね。あ、寝よくなっちゃった。着いた。500羅漢。前回行かなかったやつ。よいしょ。おお、芝生がめちゃくちゃ綺麗じゃん。なんじゃここ。うわ、やばい、鳥肌立った。すげえぞここ。いいね。こっちか入り口か。あ、涼しい。
ティだ。あった、自販機あったぞ。まだ自販機。ストレート。ああ、見ません。え？私は見ません。
今13時50分。今日の宿6番札所の1キロぐらい手前を歩いてます。疲れた、疲れました。めちゃくちゃ暑かった。30度。せっかく行く予定だったんですけど、力不足で一番は断念します。最後一周して、まあ、余力があれば大山寺行こうと思います。今日の宿坊安楽寺は温泉山って言われるだけあって、お風呂が温泉なので疲れを癒してくれます。楽しみです。いやートレーニング不足ですな。3時間過ぎたぐらいからガクッと力がなくなって、暑さも変わって、まあどうにもこうにも進まない感じですね。体が重たいんですよ。自業自得ですけど、昼過ぎから雨が降りそうな景色に予報通りなってます。宿坊のチェックインが多分15時からなんで、ちょっと早く着いちゃうんですけど、まあ、雨途中で降られるよりは着いて待った方がいいんで待ちます。いやーしかし四国のおせったり文化は素敵ですね。こちらの農協所の人が、台風大丈夫ですかねとか、今日は暑いですねとか、お接待させてくださいって言って、蝶びたとか氷とかくれたり、子供が通りすがりに挨拶してくれた。あと800、絶対文化です。癒されます。
なんか普段生活してると忘れてるようなそういう気持ちがお遍路では感じられて、だからこんなにきつくてもまた来たくなるというか、お四国病にかかっちゃうんでしょうね。いやー、しかし情けない、情けない、もう疲れるとは。100メートルぐらい前に同じく歩きお遍路さんがいるんですけど、彼も安楽寺で泊まるのかな。これどこだ、あれもう一泊になってるぞ。六ヶ所も歩いたから、まあいいや。あれ、前回休憩した小屋がねえな。うん、これで終わりで、明日は雨かな、明後日は台風かな。お遍路転がし昇山で台風はさすがに危険です。どうしようか、延泊するか行くか、まあ台風次第です。全然あと 200m じゃないような気がする。気のせいか。お、着いたかな。いや、2回目の癖して大変な舐めてましたよ。特に飲料水帰る時に買っとかないとね。着いた。6番安楽寺。